コールドウェル軍はアメリカ合衆国ケンタッキー州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は12,984人であり、2000年の13,060人から0.6%減少した。軍庁所在地はプリンストン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。コールドウェル軍は1809年に設立され、 軍名は1786年のジョージ・ロジャース・クラークによる対イ,イ・ンディアン遠征に参加し、第二代ケンタッキー州副知事を務めたジョン・コールドウェルにちなんで名付けられた。軍内のどこにおいてもアルコール飲料の販売が禁止されているドライ軍である。コールドウェル軍は1809年にリビングストン軍から分離して設立された。それ以前はクリスチャン軍、ローガン軍、 リンカーン軍の一部だった。リンカーン軍はケンタッキー州最初の三軍の一つだった。19世紀初期、インディアン移住のために、チェロキー族が西部への涙の道をたどって強制移住させられた時に軍内を通った。チェロキー族は1838年の冬の数週間、軍内で宿営していた。現在はプリンストン市中心街となっているビッグスプリングス。 スキンフレームクリーク、フレドニアに近いセンタービルがその宿営地だった。1960年プリンストンカレッジの建設が始まったが南北戦争のために完成が遅れた。1861年には南軍がプリンストンカレッジのグラウンドでその建物や病院を使い宿営した。しかし1862年に南軍が撤退した後、 北軍が戦争の残り期間、プリンストンを占領した。1864年12月、ハイラン・ベントン・ライアンが率いた南軍ケンタッキー、騎兵襲撃部隊が、プリンストンの軍庁舎を焼いた。そこはそれまで、北軍守備兵を収容するために使われていた。19世紀後半に鉄道が伸びてきてプリンストンは、イリノイ・セントラル鉄道や、ルイビル&アンド、 ナッシュビル鉄道などいくつかの幹線の重要な接続点になった。20世紀への変わり目までに暗食用タバコの農業ブームが起こり、コールドウェル軍はクリスチャン軍と共にタバコの主要産地になった。しかし、ジェームズ・ビーデュークによるタバコ市場の独占が進み、多くの農夫は負債を抱え不満を抱いた。軍内コブのデイビッド・エモス博士の指導で、ナイトライダーズと呼ばれる。 自警団が結成され、デュークの独占と戦った。ナイトライダーズは、タバコ畑を荒らし、倉庫を焼き、身体的な脅しをかけるなどタバコ会社と協業するものにテロ行為を行った。1906年12月のある夜には、プリンストン市を占領し、デュークの倉庫すべてを焼いた。この、ブラックパッチ戦争と呼ばれた葬儀は1908年頃に終わった。 20世紀半ば、コールドウェル軍は農業から工業への転換を始めた。現在でも農業が主流だが、北アメリカ最大のクッキーとクラッカーの製造工場であるブレマーなどの工場がある。1925年以降、軍内には、ケンタッキー大学農学カレッジのキャンパスである、ケンタッキー大学研究教育センターがある。園芸と生物学の分野では、 指導的存在になっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は348.18平方マイルであり、このうち陸地346.98平方マイル、水域は1.20平方マイルで、水域率は0.34%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。